というわけで、今回は中丸屋のディースカレーで、法人化ね、リッチということです。こちらの方ですね。で、それでこんな感じになるんですね。では、いただきたいかなと思いますけども、今度は法人リッチの方ですが、マッシュルームのキノコの柔らかさに、ちょっとこっちの方がこの片子よりちょっと辛いって感じですね。でまたこの独特な匂いがいいですね。もう本当高級レストランで食べてるような匂いで、このあれ、つけもいい味だし、なかなかの味と。香りが良くて、このようになんていうんですかね、非常に濃厚な味ですね。でこれ何しろ肉が柔らかいっていうと辛さがすごいです。でもこれもこれで なかなかのいい味を引き立たせてるんじゃないかなと思います。結構味わいともに悪くはない味なので、これもこれでなかなか行ける味ではないかなと思います。なかなかの本当にこれをこう濃厚にして、この芳醇な味わいと香りが非常に良いなって感じで、そんなに悪くはないですね。非常にご飯というか合うし、この辛さがまたジャーッときて、いい辛さを出してるなという感じです。どうもありがとうございました。